はい、というわけで本日は5分でてというわけで、一本指一番を書いていきました。最後のこの影の付け方はちょっと特徴的にしてみました。まあ、人差し指ちょっと長いかなという印象はあるんですけれども、この関節ですね、ここと、ここの関節とこの曲がってるところが同じだから、もうちょっと下に来るべきはずであったと思いますが、はい。ちょっと次の反省にしたいですね。この関節と、この指の生え方とかね、そんな感じ。ですね。皆さんも5分で手書いてみてください。それではまた明日お会いしましょう。またね。